こんにちは、本田るみです。今日はこちらですね。今松ぼっくりやその他いろいろ木の実が置いてあります。だいたい10月の後半から12月上旬ぐらいにかけてたくさん木の実が落ちてきます。ちょっとこのぐらいのクリスマスシーズンになりますと、どんぐりはもう本当におしまいっていう形になりますけれども、それ以外のこういう松ぼっくりですとか、これちょっと何の実かわかんないんですけど、やっぱりヒバ系の実だと思います。これはメタセコイアの実ですね。こういうあのカサカサしてて、中に果実部分がないもの、種は入ってますけれども、あの腐りやすい、どんぐりみたいに腐りやすい果肉部分がないものですね。そういった木の実は長持ちしますので、今もまだいっぱい落ちてますから拾えますというか、多分子供とお散歩に行くと漏れなくこういうものを子供はかき集めて宝物にして集めてくると思いますが、結構このまま家にねドンって置いてあるとちょっと邪魔だったりしますね。で、12ヶ月おうち花マスター講座の中の方ではクリスマスのねこういう実をオーナメントにしてしまいましょうというのもご案内してるんですけれども、ちょっとそれはちょっと難しくなりますので、一番簡単にこの木の実をもうこの状態よりはもうちょっと可愛くお家の中に飾る方法というのをお伝えしたいと思います。といってもめちゃめちゃ簡単です。すぐできております。まずこれは今クッキーが入ってたような箱なんですけれども、こういう浅い入れ物、もちろんこういう感じの浅いお皿でも OK です。なんか箱とかお皿とか小皿、なんでもいいと思います。カゴでもいいと思います。で、ちょっとこのメタセコイアの実なんかにはちょっと深すぎちゃうので、これだと見えなくなっちゃうので、中によく靴とかバッグとか買うところは入ってる白い紙なんですが、もちろんこの白い紙じゃなくても全然 OK です。なんか詰め物によく入ってるじゃないですか、茶色い紙とか。英字新聞も可愛いと思います。なんかそういうのでいいと思います。ビニール袋で色がついたものでもいいと思うんですけれども、できれば紙の方が質感がこう冬っぽく、ツルツルしてない方が、こうなんかちょっとモコモコしたように見える方が冬っぽく見えるかなと思います。もうあとは、ここに並べちゃう。もう特に絶対これがこの場所じゃいけないなんていうのは全くないので、適当に乗っけます。で、ですね、ちょっと今松ぼっくりとこの実すごく似てるので、ちょっとアクセントで、もちろんなくてもいいんですけど、今見本でね、これは綿の実です。コットンです。脱脂綿が乗っかってるみたいですけど、逆でこれが取ったのが脱脂綿です。で、これはこうつるとかで編んだボールですね。別にこんなこういうおしゃれなのはなくてももちろん OK ですけど、もしあったらちょっとアクセントにこう形が違うもの、色が違うものっていうのが入るとより可愛いと思います。ちょっとケーキみたいな感じになったと思います。それで何か、今はこれランチョンマット引きますけど、もちろんペーパーナプキン可愛いと思います。クリスマス柄でもいいし、クリスマス柄がなくてもちょっとこういう感じの色、グレーとか茶色とか系にちょっとなんか冬をイメージさせるような小物、ぬいぐるみとか乗っけますと冬っぽい感じに見えますので、こんな感じで飾っても可愛いです。さっきみたいにただ転がしてあるよりは可愛くできると思います。